続いては、上尾を紹介していきましょう、ね、上尾を担当するのは新宿西口店の佐藤さんです。どうもこんにちは。こんにちは、よろしくお願いします、はい、佐藤さんと来ましたけど親戚ですか？いえ、全く関係ないんですよ、偶然なんですけど。石スポーツグループは佐藤さん多いですね。そうですね、特にスキースタッフが佐藤ばっかりですね。佐藤いっぱいですね、はい。さあ、早速ですけど、今年の注目はどのような商品でしょうか？はい、そうですね、うん、最近は、まあ、おなじみではあるんですけれども、うん、ミレーとかサロモンといったヨーロッパのブランドですね、うん、こういったブランドが、まあ、注目されているんですけれども、はい、まあ、その中でもピークパフォーマンス、うん、エレベネートといった北米のブランドに、まあ、去年からアイスピークというブランドも加わったんですよ、はいはいはい。でまあ、そういったヨーロッパとか、まあ、北欧ですね、それもそうなんですけれども、まあ、このあたりがこれから注目されてくるのかなとは思いますね。軽いしね。そうですね。そうなんか最近のスキーウェアのモコモコじゃなくてもあったかいですからね。そうですね、もう薄くてもあったかかったり、まあ、北欧のブランドというと、うん、まあ、ゴーグルとかヘルメットもそうなんですけど、うん、はい、色の鮮やかさ。ああ確かにね。そうですね、もうこれがやはりゲレンデですごく引き立ってくると思いますので、うん、まあ、日本人でもゲレンデでこれからどんどん来てくる方が多くなってくるかなと思いますね。女性から見て、はい、どの色のウェアを着てる人はあーって思う？いやー、まあ滑りもそうですけど滑りがあってその色。そうですね、でもまあ最近はこれまではこう上下色を違って着てる、うんうん、ね、スタイルもありますけど。最近そうだよね。そうですね、うん、まあでも今上下同じ色でビシッと決めてくる方とか、はい、意外ともう白白できたりとか。白白かっこいいですよね。そうですね、うん、まあ、意外とこう雪に隠れてなんて思うんですけど、その逆でそのワンポイントが入ってきてね、はい、うん、遠くからこう滑ってくるとかっこいいですよね。かっこいいですね、うん、でも一時期要するに昔は上下、あ、上下一緒にバラバラだったか、うん、で一瞬また上下同じ色になったけどまたコンビネーションがあり、ね、さらに今年は同系色で持ってきた。そうですね、何かにこの隠れちゃうかの色のね。そうですね、うん、まあ、同系色であったり、あとはこうパターンというかブロック柄ですね、うんうん、まあ、こういうのでも上下を合わせてコーディネートされる方が増えてくるかなという感じです。なるほどね。でそれなんか思いだった商品というか注目商品などがあるんであればね、ご紹介いただきたいと思います。はい、はい、そうですね、まあ、フェニックスですね、うん、フェニックスからは、まあ、トップモデルなんかですと、はい、まあ、オルカシェル。オルカシェル、まあ、あの魚のオルカですね、うん、まあ、しなやかさを出すっていうところで、はいはい、まあ、フォーウェイストレッチ素材。あ、もう全部伸びるの？そうですね、もういろいろな方向に伸びて、うん、まあ、動きやすさを、うん、まあ、強調してくるウェアなんですが、まあ、トップモデルにはそれが採用されていて、はい、そこにプラスそのブロックデザインというものを組み合わせてきたんですよ。動きやすさとファッション性の両方意識して、まあ、新しいスキーウェアの見せ方なんていうのを、まあ、提案してきてますね、うん、ちょっと今日は持ってきてないんですけれども、はいはい、ここはもう会場でぜひ、はい、ご覧いただければと思います。どこの商品でしたっけ？フェニックスですね。フェニックスはね、はい、あ、ここの辺かな。はい、そうですね、ね、はい、うん、この辺のフェニックスのね、ジガー見れば出てきますので、あとは会場に行ってみてもらいたいと。まあ、そうだね、ブロックカラーとかね。そうですね、うん、まあ、フェニックスは自由な組み合わせで、うん、オンリーワンの存在感というのを提唱しているので、うん、まあ、このブロック柄以外に、うん、無地の柄はもちろん、うん、プリント柄、うん、まあ、いろいろなデザインがありますので、うん、まあ、個性を存分に発揮できる組み合わせで、ね、多種多様な、うん、もう個性がもうしっかりと出せるウェアが揃ってますので、はい、まあ、選ぶのが非常に大変かなと。だよね、これ一回悩んだら悩んじゃうんだよね。そうですね、一日じゃ決まらないかもしれないですね。まあ、消去法でしょうね。カタログ見て丸つけて、はい、で翌朝起きたらちょっと違うかなと、うん、で現場に行って手に取って、はい、うん、あとはやっぱりね、佐藤さんからこれが合うと思いますよったらもう決めちゃうお客さん多いんじゃないですか。そうですかね。じゃあもうお手伝いを存分にさせていただきたいと思います。さあ、続いての商品いきましょうか。はい、続いては、ではデサントをご紹介しましょうか。はい、はい、
デサントはですね、スキーヤーに求められる要素に、うん、まあ、いかに滑りを強く見せるか、はい、まあ、そのために軽くて暖かくて動きやすい、うんうん、もう贅沢ですよね。贅沢。これをコンセプトに商品開発をしてるんですけど、追求するね、デサントもね。そうですね、まあ、今年特に、まあ、技術戦等でも多くの選手が来てたと思うんですが、うん、こちらのこれ何モデルって名前、名前言っちゃっていいんですか。名前は、はい、大丈夫です、SIOO ですね、うん、ジャケット60ジャガードと、うん、SIOO パンツ40ジャガードというものなんですけど、うんうん、ジャケットは肩のあたり注目していただきたいんですね。おこれ実はプリント柄ではなくて、うん、折ってあるんですよ。折りの中でノータンを出すことで、うん、光の当たり方次第で、うん、いろいろな見え方になるように工夫されてるんですね。おしゃれ。はい、もうこれが今年一番売りになります。いや確かにね、今シーズンこれ着てる人、この色系のデサントさんのウェアを着てる人たくさんいましたけど、はい、みんなうまく見えるんですよね。あ、やっぱりそうでしたか。チャンピオン取った人間がね、はい、あ、高尾君が着てるようなものですからね、はい、なりきってますからね、みんなね。そうですね、やっぱ気持ちはなりきんなきゃダメですよね。それ一番大事ですね。なりきれるようなウェアっていうですね、はい、これはかっこいいデザインだ、はい、もうぜひ、まあ、いろんな色ですね。やはり白をお持ちしたんですけれども、うん、他の色もありますから、うん、もうこれは会場で何の色が、そうだね、好きな好みがありますからね。そうですね、選んでいただきたいと思います。あとやっぱり、うん、勇気がいるけどかっこがいいと思うこの白、はい、汚れたらどうしようとか思ってたら着れないよね。ダメですね、うん、もう気に入ってかっこよく見せるなら汚れは気にしないでだよね、はい、まあ、勇気がある方が着るウェア、はい、そうですよ。勇気がある方いらっしゃいますか、うん、勇気出してくださいね、はい、さあ続いていきましょうか。はい、まあ、デサントからもう一つなんですけれども、うん、ちょっとニュースといいますか。ニュース、はい、うん、今年数量限定で、うん、海外品番っていうのが、海外品番、はい、ご存知でした。知らない、知らない。カタログにもまだ掲載されていない。そうそう、見てないもん、海外とか書いてないもん、はい、激レアのアイテムなんですよ。激レア、はい、いや、激とか超とか大好き。やっぱりレアとかレアとか大好きそうですよね。はい、これカスタムフェアの会場までちょっとこれはお楽しみです。僕も教えてくれない。はい、残念ながら。色、それともあの形、これもモデルという感じですね。モデルで、はい、どんなんでしょうかね。これはもう本当に楽しみに。え、もう奇抜？いや、そんなに奇抜じゃないと思います。ってことは知ってんの、佐藤さん。ずっちいなまあ楽しみにしよう。そうですね、うん、はい、もうここは本当に皆さん平等。でもなんか調べが出てくるんでしょ。どうですか、ね、まあまあ会場に楽しみ。そうですね、まあ、会場に行く楽しみの一つとして。なるほど、はい、デサントやるな。今年はいろいろカタログにも載せない商品をやるな、はい、はい、楽しみにしてます、はい、さあ続いては、うん、はい、ゴールドウィンですね、うん、あ、去年も好評でした、うん、ゴアテックスを使用したスキーウェア、はいはいはい、まあ、寒くないのじゃなくても濡れても大丈夫が一番もしかしたらいいかもしれないですね。大事ですね、うん、はい、まあ、特に3月とか4月とか、はい、長くスキーする方で、うん、ちょっとこう水分の含んだ雪で、はいはいはい、ガンガンに滑っていきたい方、なるほど、これはもうゴアテックスしかないですよね。そうだよな、汚れてもすぐ落ちるしね。そうです、ペペペペって、ね、はい、お、これでも何色がいいの、これは、まあ、Gがアワードですね、うん、これね、この辺ですね、はい、こちらでは組み合わせとしては今やっぱりここでもジャケット白で出てきちゃう。ジャケット白きましたね、ゴールドインも、はい、カタログではまあ白とグリーンなんですが、うん、今回はちょっと引き裂くような形で。おお、今商品がありますね、あっちですね、はい、そうですね、はい、それもいいね。ちょっと目立ちますよね。うん、目立ちますね。奇抜な色かもしれませんけれども。はい。ゴアテックスというと、うん、どうしてもこうハードシェルのイメージが強いんですけれども、うん、まあ、スキーウェアの場合は、うん、やはり日本人好みの、うん、まあ、しっかりとしたロフト力というのを感じられる、うん、中綿が入ってますから、うん、軽量なゴアテックスのスキーウェアになってます。なるほどね。プリマロフト使ってますから、うん、プリマロフトって何？プリマロフトは、まあ、化学繊維ではあるんです、中綿なんですけれども、うん、こちらはですね、非常に暖かくて軽い。なるほどね。ですからスキーウェア自体はそんなにボリュームがなく、うん、さっきマッスルさんに言われてた、うん、薄くて暖かい。それですよ。でなおかつ濡れない、うん、まあね、私事なんですけど、私みたいな方々は
ウェアの下にセーター着れないんですよ。 T シャツ1枚なんですね。あの邪魔なんですよ間が、はい、でもちろん着れるんですけど、はい、すぐね熱くなるんですよ、うん、あだったら T シャツ1枚で、ねはい、薄っぺらいけど暖かいやつだったらちょっとベンチしてるね。そうですね、はい、最高じゃないですか。もうそうですね、もう3拍子揃った。なるほど、ね、はい、言うことなしのウェアになってます、ね、はい。さあこちらのゴールドウィンのウェアを紹介いただきますけど、はい、そうですね、うん、他にもいろいろあるんですか。そうなんですよ、実は、うん、もっと注目の、もっと、いやちょっとすいません、いくつも、いや出し惜しみするね、すいません、何何何教えて。はい、今年注目のウェアなんですけれども、うんうん、はい、コルマン、コルマン聞いたことありますか。コールマンじゃなくてコルマン、コルマン、コルマン、あれご存知ないですか。ウルトラマンなら知ってるけど、コルマンって聞くと懐かしく感じる方も非常に多いと思うんですよね。あのコルマン、キャンプグッズの、いえいえ、えコルマーです。コルマ、あコルマーね、聞いたことある、ありますか。でも分かんない。しばらく日本には入ってなかったブランドなんですけれども、うん、今年ですね、あ分かった、知ってる、知ってる、あのデモパンがあった頃にあった、そういえば思い出しました2メーター5の板があった頃にあったコルマって懐かしいです、はい、懐かしいね、その通りです。はあ、はい、で今ねちょっとね、デモパンとか2メーター5っていうのはもう20年前の話ですから20年前のブランドが復活じゃなく食べに食べて今出てきた。そうですね、なるほど、はい、今はフランスナショナルチームが着用しているモデルだけなんですけれども、うん、石井スポーツ、これまた限定で、うん、限定好きだなすみません、超限定レア、はい、限定で取り扱いになります。そして私が扱いますと、はい、ご紹介させて、ご紹介すると、はい、そうですねまあまあそうですね、はい、はい、お願いします。あとですね、まあ、今一番熱いワールドカップスキーヤー、うん、マルセル・ヒルシャー、あヒルシャーね、はい、うん、が着用するオーストリアのナショナルチームのモデル、うん、まあ、こちらショッフェルなんですけれども、うん、これも今年初出展ということで、カスタムフェアの会場のみで、うん、のみで、はい、あのね、あのアルペンさっきもねずっともう気に入った好きだってやってる自分の話をしましたけど、はい、あのちびっ子たちのねどんな選手が好きってみんな外人の名前出てくるもんね。そうですね、まあ、日本人出てきてほしいところではありますが、いやでもやっぱ早くてかっこよく見るんだろうね外人さんがね。そうですね、うん、まあ、ショヘルは一応ですね、うん、ジュニアのレーシングスーツもやるな用意しますので。なるほど、はい、これかコルマーとショヘル、はい、こちらです。これね、懐かしさを感じる中にかっこよさを感じる、はい、そうですね、もう超限定レア、はい、かっこいい、これはもう子供たちの憧れですね。かこのショッフェルのあのワンピースなんか超かっこよくね。そうですね、お父さんと一緒にぜひ。いやいいですよ、もう一回見たい見たい見たいこの白赤なんかやばくないね、本当に。まあこれで早くなれると信じて頑張ってもらいたいですね。そうですね、もうぜひ。素材的にはまあもちろんいいんでしょ。そうですね、もちろん、はい、うん、まあ、あの実際にはカスタムフェアでご覧いただけますので、まあ、ぜひともですねこれはお見逃しないように、はいはい、していただきたいと思います。数量もやはりちょっと今回は限定なので、まあ、迷ってる間に予約でいっぱいになっちゃうかもしれないので。そうですよね、はい、まあ、お早めに見ていただきたいなと。確かにこれは価格的にもいいですね。ちょっとあれだ、コルマは価格がまだ未定で出てますけどね。そうですね、今ちょっと調整して間もなく落ち着くところなんですけれども、うん、ね、はい、いやまあ、そしたら超レアだよな。そうですね、うん、はい、なるほど。ということでウェアのお話を聞きましたけど、佐藤さんにとってスキーウェアって何ですか。やっぱり防寒用だけじゃないですよね。はい、うん、もうここはですねやっぱりデザインってすごくこう自分のテンションを上がるよね、上げるのに重要かなと思いますね、うん、で、あれでしょ、あのやっぱりその年その年の流行りがあるじゃないですか。あります。でもスキーウェアってそんなにね、はい、あのなんかこれは古いんだよっていうのはないじゃないですか、はい、そうですね、うん、はい、でも来年2018年、うん、次の冬何色が来そうですかね。個人的にはですか。そうですね、うん、結構こう自然体に近いようなアースカラーっていうわけではないんですけれども、うん、まあ、あのグリーンに近いようなものであったりですとか、うん、まあ、これまでは赤とかマジェンダとか、うん、まあ、こういうのもたくさんあるんですけれども、うん、
まあ、ちょっとそこから抜けたような色合いが出てくるかなとは、うん、出てくるかなを誰が先にゲットするかですね。そうですね、一番早く。あともう一つは各社レディースモデルっていうのを出してきてるんですよ、うんうん、ですからこう女性は女性のこうシルエットを存分に生かした綺麗なこうラインを出した中でのウェアを着ていただくと、やっぱり滑りもすごく素敵に、エレガントに見えるね。そうですね、エレガントですね、まあ、女性のあの素敵なね、あの体型に合わせたウェア、そうでない方でもそういうふうに見えてしまうウェア、はい、もう全て女性のために作られるウェアが続々と、ね、はい、これまでは男女兼用っていう形が多かったと思うんですけど、もうだんだんどのメーカーさんも女性モデルを作ってきてますので、ね、オンとオフをねウェアでね、変えてほしいなっていう、余裕がある女性が欲しいですね、うん、そうですね、やっぱりそういった意味ではウェアって、まあ、板、はい、ブーツに次いですごく重要というか、重要ですよ。テンションを上げていくためには着る側もそうですけど、さっき言われた、うん、見る側も、見る側もね、はい、だからね、今回のカスタムフェアでその攻め系の今流行りのウェアと、はいはい、あともう一個シルエットが可愛らしい、はい、オフタイム用で2個持っとけば汚れも目立たないし、うん、まあ、もう靴で言ったら好きな靴が1個あったら同じ色2個買うじゃない、はいはいはい、でローテーションすれば絶対汚れないじゃない、はい、そういうね、なんか特典をカスタムフェアで見つけ出してもらいたいなと。それいいアイデアですね。でしょ、はい、今日どうしたの、オフ言わなくても分かるよ、ふわふわって脱線しまくってますけど、ね、はい、でも男性の方もそうですよ、もうほんとね、競技用のウェアじゃなく、ふっと見たら、あれナイナさんじゃないですか、今日どうしたんですか、今日ね、トレーニングじゃないんだ、じゃあね、カーンッ、いいじゃないですか、惚れ直しますね。そう、男性のこのフォアフォアもいいですね、かっこよかった。あー、そんなウェア僕欲しいなじゃあ一緒に見つけましょうか、カスタムウェアで一緒に探してくれる、ぜひ、はい、ということでね、もうなんかデロデロになっちゃってますけどこういうやっぱり美しい女性のスタッフにウェアとかね、マテリアル紹介されると自信を持って安心して買えると思いますので、ぜひカスタムフェアでね、はい、よろしくお願いします。こちらこそ。さあ、ということで、佐藤佐藤佐藤続きました、各園真っ只中の佐藤さんこれご覧になられる皆さんに一言、はい、うん、今年のカスタムフェアでは、まあ、うん、いつもと違ったウェアをご覧いただきたいと思います、うん、まあ、会場に来て実感していただいて、うん、ウェアを見て実感していただいて、うん、実際に来て実感していただきたいと思います、うん、来た、実感が3つで、これも格言ですね、はい、佐藤佐藤佐藤、実感実感実感、はい、トリプルで、トリプルで、はい、さすがだねありがとうございますということで、はい、ウェア紹介でございました。ありがとうございました、はい、どうもありがとうございました。